あとはすみません、はい、聞いてください、お願いします、お願いします。なんか他にはクエスト受注できる人とかいないかな。でかいのもいるんだ。体が大きいからって強いとは限らないんだよ。透過してる透過してる。あれ、なんかよく見たらこいつ股間に顔ついてない。あ、そういう感じだったの。そこが本体でした。そこえ、でも上にも顔ついてるよな。どういうことなの。あー、まあクエスト、すみません、聞いてください、クエスト、クエスト受けられそうな場所は他にはないかな。もうしょうがねえな。どうした、姉ロボ。あの、すみません、どうか迷子になった私の妹を探してくれませんか。もうしょうがねえな。元はといえば私が悪いんです。あの子の前でふとパーツの調子が悪いなんてぼやいてしまったから、あーパーツを取ってきてあげるみたいな感じで言っちゃうの。心配したあの子は砂漠に代わりのパーツを探しに行ってくれたんです。もう家出した息子も探さなきゃいけねえわ。パーツ取りに行った妹を探しに行かなきゃいけねえわ。なんだよもう、こっちも事前事業じゃねえんだよ。数日帰ってこないと。え、どの辺行ったかとか見当つかないの。砂漠、あ、砂漠か。砂漠で迷子になっている私の妹をどうか探してください。砂漠か。っていうか、機械生命体の姉妹って変な話ですね。さっきも親子見ただろ。同じ工場で作られたとかでしょうか。さあ、ちょっと待ってよ、ほんとなんかもう溜まってんな、めちゃくちゃあんな。そう、子供、親子喧嘩も気になるからな。廃墟都市ちょっとうろうろしてみようか。ちょっと待てよ、とりあえず次の目的地、普通のメインストーリー的な目的地は、あ、ここだ。吊り橋渡ったところだ。あれ、あ、写真、へー、ちょっとそっち行ってみっか。他のいろんなクエストも気になるけど。はっ、もうなんだよ今度はよ。何あのカップルが村を出たんだね。一体彼らはどこにいるのだろうか知るかよ。そんなんで通知出してくんじゃないよ。どこにいるのだろうか。まあ、またどっかで会うことあるかもしんないってことだよね。まあ、少なく、トゥービー、どうしたの。何、いつになったらナインズって呼んでくれるんですか。呼ぶとは言ってないし。ナインエスで十分伝わる。まあそうなんですけど、どんだけ呼んでほしいんだよ。そうな、プレイヤーの俺ですら呼んでないからな。結局普通に 9S って呼んでるもんね。ごめんな、当分呼ぶ予定ないわ。で、こっちが目的地だね、この吊り橋の先。そう、俺一人でなんとなく探索してる時はちょっとフラッと寄ってみたことはあるんだけど、そん時は特になんもなかったんだよね。でも今は何かストーリーが。ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。はあ、商業施設なのか。デパートという場所だったみたいです。なるほどね、デパートの名残か。はいはいはい、吹き抜けのフロアがあって、なるほどね、あ、エスカレーターがあって、で目的地はそっちっぽいけど、ん？これ動くの？あ、ダメだ。動かないみたい。どこ行きゃいいんだろうな。通れないな。うん。何か仕掛けがあるんでしょうか。シャッターを開ける方法ね。こんなバカでかい剣あんだから破壊できそうなもんだけどね。こんな錆びつきまくったさ。だって1万年経ってんでしょ。ボロボロでしょあんなの。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。なんだよもう戦闘か。森の王万歳。
なんだよ、森の王って。気を抜かないで、ナイネス。そんなこと言ったって、王だ。僕はスキャナーもで、なんかあいつ、え？逃げてばかりですね。本当だね。破壊しちゃったけど。爆発するぞ。なんか奥に逃げてったやついたね。ん？嘘だ。あ、ここはなんだこれ。エミール。あなた方は。怪しいから怖そう。トゥビー。待て待て待て、やめろよお前。ちょっと待って。破壊する。やめろ。ダメ。まさか二人とも一致で破壊するとなるとはね。どっちかは止めてくれると思ったのに。これはね、さすがに前作をプレイしてない方はさっぱりだと思うんですよ。あれは前作に登場したキャラクターですね。しかもめちゃくちゃ重要キャラですね。主人公の仲間だったんですよ、前作では。あ、破壊してる。通れるようになってる。すげえ破壊力だな。 2B が剣振っても壊れなかったのに。いや、いいやつだったんだよ。前作の時は体もちゃんとついてたんだけど、あ、そっか、エンディングの一つでそういうのあったわ。エミールが頭だけになってこれからどうしようかなって言ってるエンディング。この先が森のある地域みたいですね。あー、なるほどね。そうなんだよね。なんかそうだ、ストーリーの途中で前作では死んだはずなんだけど、エンディングの一つで実は頭だけ生き残ってたみたいなのがあったんだよ。未だに頭のままだとはな。あれから8000年ぐらい経ってんのに。ちょっと待って、あいつどこ行った？ちょっと嬉しいぞ。でも俺、これは唯一の登場キャラなんじゃないかな、前作のキャラクターで。さすがに何千年も経ってっからみんな死んでるわけで、彼だけはちょっと人外なので。目標、敵アンドロイド。なんだよ、またそういうのかよ。あ、そういえばグラビティにしてんだった。レーザー撃とうとしたら。やってみようかな。で、あ、座れてる座れてる。トゥビー、うん、油断しないでください。あれをまとめてぶん殴るとかできるわけだ。ナイエス、はい、気をつけて。ぶっちゃけレーザーの方が使いやすいな。ちょっと変えるわ。あ、今変えらんね。よし。うん、なんか使い方難しそう。2つともレーザーにしといて、レーザー2発撃った方が使いやすそう感あるな。ここの機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。城らしき建造物。そう、パスカルさんも言ってたもんね、国を作ろうとしてるやつらがいるって。国って本当にそういうことなんだ。城？ちょっと待って、いや、それよりエミールどこだよ。こっちはエミール探してんだよ。ちょ、邪魔だな、もう。なんかここに赤い、ん？あ、なんかロックオンしちゃってんのか、俺。赤い点があるけど、これは、あー、アクセスポイントね。よし。やっちまいな。よし。これで、アクセスポイントを。触っとけばいつでもここに飛べるようになるわけだ。ここの、あ、そっか、この端末から触っても表示されないか。新しいメールとか来てないよね。来てないわ。なんか複雑だな、マップが。もうお前とやりに来たんじゃないんだよ。強いな、結構食らっちゃったけど。もう、おら、吹っ飛べ。そう、パスカルさんとこと大違いだな。うわ、危ね。よく避けたわ俺今。自画自賛するわ。で、あ、でもさすがにやっぱ強くしといてよかったわ。楽だわ。衝撃波が強くなってるのが結構でかい気がする。
ここにも赤い。なんだこの小屋。その子たちは譲るな。え？ここから出ていけ。いや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 。え、待って、なになになに。え、本当になんだ。え、これやっていいの。いや、なんか悪いやつじゃなさそうじゃん。え、なんか布かぶってんのかわいい。でも倒す。ほら、お願いします。どうか、あ、途中で戦闘終わんのか。いや、なんか勘違いしてたっぽいし、どうかこの子たちの命だけは。この子たちって何？あそこにいる鹿とか、なんだろう、農家ごっこでもしてんのかな。どうか、いや、これは助けるよ。普通に動物を殺す趣味はない。結構殺してっけどね、ツービー。あ、よかった。さっきもイノシシ倒したし。なぜここに動物を集めてるの？もう理由なんて覚えてないけど、昔怪我をした動物を助けたんだ。もう片言のやつ読みづらいな。普通に喋るやつと片言のやつの差は何なんだろう。その子は僕に懐いた。どこに行くにもいつも一緒で、暇があればじゃれついてきて、それがとても嬉しくて温かかったんだ。温かい？あ、 2B の知らない感覚かもしんないね。それ以降、怪我した子や弱った子をここに運んで、元気になるまで面倒を見てる。めちゃくちゃいいやつじゃん。うわー、ちょっとこのゲームだと結局こいつがひどい目に遭いそう。こいつは無事でいてほしいな。助けてくれて。あっ、ちょっとそ、いい感じの BGM 流すのやめて。ただ助けただけなのに、なんかちょっと泣きそうになるから、よかったら今度は遊びに来て。みんな歓迎すると思う。気が向いたらそうする。あ、動物の餌めっちゃくれる。ありがとう。いいやつじゃん。こういうやつもいるんだよな。パスカルさんもそうだし、うん、やっぱ結構前にエイリアンが死んでて、指令が出なくなったから、やっぱ多様化したんだろうね。さっきも同じこと言ったけど、ちょっとこの先はいけないんだ。この動物小屋の中は入らせてくれないんだ。そっかそっか。いや、まあまあまあ、いい話でしたけど、そうじゃないんだよ。あ？何何、また？このいい感じの BGM の中でそんなことする？あいつらか。あいつらやればいいのか。しょうがねえな。こいつら、ドゥビー、機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。まあ、これも人間の真似事の一つだよね。のなんかさあ、白い髪の上半身裸の変態二人はさ、人間のことをもっと知りたいからみたいなこと言ってたよね。だから人間の真似してるみたいな、機械生命体が。そんな感じじゃなかったっけ。こんなことして何になるのかね。他の機械生命体にあの二人が指示を出してるわけでもないんだよね、別に。あの人型の変態の立場がわからんな。ここ見覚えがありますね。あ、ここ写真か。同じ場所です。はあ、はあ、レジスタンスの女性に座標を伝えましょう。あ、これで写真全部集まったかも。どうしてこんな写真の場所が知りたいんでしょう。どんな人にも大切な記憶はある。その価値を決めるのは私たちじゃない。他人に分からなくても、きっとこれは必要な情報。そうですね。そういうのは分かるんだな。なんかな、その必要なこと以外求めない感じもあるのに。よそ者の侵略を決しているぞ。またかよ。
ちょっと今流れてる BGM 考えろや。おら先手必勝よ。森の王ってな、どういうやつなんだろう。王も同じ機械生命体なのかな。ちょっと BGM 戻してくんねえかな。もう十分感動したからさ、もういいんじゃねえかなこれ。あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。あの城、あ、これか、あったわ。どうやって行けばってな、下からじゃ無理。うわこれ降りんのちょっと怖いな。てか降りれるようになってるかどうかもわかんないけど、どうやって行こうか。うわこんなのまで作っちゃってさ、剣の修行するやつ、こんなドラクエの城の地下とかでしか見たことねえよこんなの。あ、橋渡れんな。でだいぶ近づいたけど、まあここ渡っていいんだよな。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。ずっと言ってるけどね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。忠誠心どころかさ、親子喧嘩も見たしさ、兄弟愛みたいなのも見たし、散々いろいろ見てきてんでしょ。あ、やっと BGM 変わった。よかった、逆に落ち着くわ。戦闘する気分にならないもの、さっきのあれで。で城の方向かうか。お、ん、なんだなんだなんだ、嫌な予感がしますね。またかよ。うわでけえのいる。死ねえって。あ、アンドロイドってのは分かってんな。まあまあそれはそれは分かってんのか、他のやつだもん。で、おーおーおー、今何食らった？うわ、衝撃波なんて出してくるんだ。オッケー、次は避ける。ジャンプして打ち込む。よし。ふう、そろそろ王に会えるかな。そっちから行けんな。もうドロップリーズアップの弊害で、いやいいことなんだけど、敵がめちゃくちゃアイテム落とすから拾うだけでちょっと時間食う。で、お、アクセスポイントじゃねえの。失礼しまーす。そこ使わせてください。よし、解放。メールは来てないね。オペコちゃん全然送ってくんなくなっちゃった。もっと日常的なメールよこして。占いとかの。いかにも王様が住んでそうなお城ですね。まあもともとお城だったんだろうね。別に何も機械生命体が作ったわけじゃないだろうから、もともとあって廃墟になってた城に住み着いて王様ごっこをしてるわけだ。うわ出た、カメラ固定。奥行きがなくなった、横スクロールになった。ニーヤ名物カメラ固定。よし、こことかも手前行けないな。うわ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 、いっぱい来てるいっぱい来てる。よし、あでもなんか横スクロールだとレーザーがすげえ刺さるな。まとめていけるもんな。で、あっちどうやって行きゃいいんだ。あ、普通に行けた。ん？ん？ん？あ、よかった行けた。あー、ちょっと待ってよ。上も敵いるけど。敵の攻撃に気をつけましょう。横もこうやって行ける。うわもう。ナインエズ。え？今何て言いました？わかった。ナインエス。え？
違いますよね。もっとこうナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もうそうやって段階踏むんだ。ナインエズ段階の踏み方おかしいでしょ。うわあ、びっくりした、落ちちゃった。あれ、ああ、びっくりした。あれ倒せばいいのか。あれ、どうやって上登んのよ。まあいっか、とりあえず先に進もう。いけないもんはしょうがねえな。行くぞー。で、隣の建物は、またなんか建物の雰囲気変わ、おお、びっくりした、びっくりした。なんで後ろからも来てんだ。あー、ちょっと待って、今レーザー失敗した。ちょっとこれ厄介だな。おーかー、いや、まとめて貫通できると気持ちいいね、レーザーで。ちょっと待って、これ無限に湧くわけじゃないよね、先進まない限り。あ、湧かなくなったかな、よかった。で、上に上がるとか、あ、上がれた。なるほど。結構広いな。さては、うわ、でもちょっとこんな感じの図書館、レプリカントでも見覚えあんな。でもさすがに別の場所っぽいな。絶対どれか動くやつじゃん。いや、まあさすがにそんなことないか。鎧が動くなんてそんなこと、いやぬるっと動いたな。もっとびっくりさせようとしてくるとかそういうのじゃないんだ。なんか今変なの映らなかった？あれ、もういない、どこ行った、何？うわ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 、あそこにいたやつ、あそこにいたやつとしか言えない語彙力。うん、ちょっと待って、これ横スクロールじゃすげえ戦いづらいんだけど。ただでさえこいつ戦いづらかったのにさ。あー、どうした、もう倒さないで無視してもよかったのかな、ああいうので。お、あれはいけるかな、宝箱。おお、ちょっとさ、登った途端カメラグリーンはダメでしょ。で、いや、でもなん、あれ戻ってきてない？いや、上のフロアに上がったとかか。今何階にいるのかがよくわかんねえんだよね。あ、はしごある。これは登っちゃっていいのかな、じゃあ。これ今何階？ 4 階ぐらい？全然数えてなかった、フロアを上がった数。でも先に進んでるんだよね、これ。あ、行き止まり。一応先には進めてるはずなんだけど。いやー、もう落ちたじゃん。あ、なるほど、この角もこうやって行けたのね。で、ここの宝箱もこうやって取れると。解析、機械生命体の部品。ほう、これは必要ない。ないことないでしょ。え、解析、え、これはなんか必要になった時またここに取りに来なきゃいけないとかありそうだよ。今のうちに取っとけよ、もうどうせそうなるんだから。で、どこまで行けばいいんだ。またこいつか。無視していこうとしたんだけど、いいかな、無視して。ああいうめんどくせえのは追いかけてきたりするわけじゃないもんね。さて、お、アクセスポイント、至るとこにあんな。うん、メールは来てない。オペコちゃんからのメールをずっと待ってる。これが恋ってことなのかな。あ、いっぱい湧いてきた。ちょっと待って、待って待って待って、
レーザーで一気に。オーラ。めんどくせえ。すげえ湧いてくる。おい、国民多いな、思いのほか。国作るなんつってももっとなんかお遊びみたいなもんかと思ったら意外といるな。 2B の手で今滅びようとしてるけど国が1個。ちょ待て待て待て、無限湧きってわけじゃないよな。はあ、とりあえず無限湧きではなかったっぽい。いや、めちゃくちゃチップとか手に入ってんな。あのドロップ率上げるやつってさ、普通のアイテムだけじゃなくてプラグインチップを落とす確率も上げてるっぽいから、またプラグインチップいっぱい強化できるかもしんないな。で、王様どこよ。さすがにそろそろでしょ。赤子。これが王様。え、誰。目見合わせてんの可愛かったのに今二人が。あ、アンドロイドだ。あ、髪白い。ってことは王様やっちゃったけど。え、なんか 2B に似てない。あ、ほくろの位置とかあれ 2B そっくりなのでは。2B